はい、こんにちは。こんにちは。今年もトーナメントのシーズンがやってまいりました。やってまいりました。今年チャーリーを JB マスターズ。マスターズね。と JB 九州にも復活したいと思います。はい。JB マスターズは第1戦が、奈良県の津古湖。津古湖。3月13、14にあります。はい。第2戦が桧原湖。桧原湖。スモール戦ですね。5月の15日、16日あります。はい。3戦が河口湖。はい。また故宮に行かないといけないな。7月10日と11日にあります。はい、で、最終戦が野尻湖。はい、9月の11、12ですね。はい、なんとスモール戦が2戦もあります。はあ、それは遠賀川の近くに住む人にとっては不利ってことね。かなり不利ですね。そうよね。でもね、最近スモールマウスの釣り楽しいから僕は楽しみなんですよね。で、去年マスターズのこういうゼッケンがあるんですけど、はい。これはい、こういうトーナメントシャツ着て僕出るんですけど、はい、ここが15番だったんですね。15番、はい、成績順なんで15番目に登録されてたんですけど、はい、今年はなんと52番目。めっちゃ悪いです。で JB 九州も久しぶり登録したんで70人中の70番です。最下位、はい、まあでもこういうので出たいと思います。はい、頑張ってください。はい、まあでもね、もう50歳になってしまったんで、はい、マスターズはもう今年ラストチャンスかなって。はい、マスターズの年間で20位以内入ったらトップ50に行けるんですけど、はい、もう20位以内今年入れなかったらもうマスターズはちょっともう今年きりかもしれないですね。とうとう決断しましたか。いや、まだかも。まあ、ということで第1戦の、奈良県津古湖、はい、初めて行くフィールドなんで。そうなんだ。なんか、はい、名前はね聞くよね。聞きますよね。うん、今日2月26日なんで、はい、まあ4日か5日ぐらいちょっと、はい、今から練習に行きたいと思います。はい、頑張ってください。応援してください。応援してください。はいはい、で今年のさっきも見せましたけどチャーリーのトーナメントシャツですね。はい、はい、裏にはドクロのロットマン、はい、OSP さん、はい、ジャッカル様、はい、ゲインコーポレーションのザップ様、はい、今年もよろしくお願いします。 ちゃんと映ってなかった。映ってました。うん、ちゃんと映ってなかった。はい、ザップ様、はい、はい、いつもありがとうございます。でこれ半袖ね。あ、半袖。そして長袖バージョンで、はい、まあさっきと同じ図柄。はい。でこれフードがついてます。はい。で後ろ。はい。そして、OSP メインバージョン。はい。OSP 様からもらいただいたんでね。はい。はい。後ろはもう OSP。はい。健太郎近藤ってなってます。はい。ということで頑張ります。はい。頑張ってください。はい。今からまた、津古湖。プリプラクティスに行きたいと思います。名門太陽フェリーです。そして、車の中はレンタルボート船なのでめちゃくちゃ荷物が入ってます。こっちももうスペースが全然ありません。閉まりません。あ、しまった。はい、それでは頑張ってきます。はい、おはようございます。津古湖2日目なんですけども、映像がここから始まるってことは、初日釣れてません。初日も、増田さんちょっとこっち見てください。はい、ガイドをしてもらいました。はい、はい、で今日は一緒に、津古湖カップ出てくれるということで、はい、本気の増田さん見せてください。頑張ります。よろしくお願いします。チャーリーのツフロコのレンタルボートのセッティングは、エコマップウルトラの、10インチを2つ使ってます。左側はライブスコープ、右側はライトライブスコープ、逆方向につけてます。前と後ろ、一緒に見れるような感じでやってます。で、サウザーのレンタルボート、なかなか安定性が良くていい感じです。これで頑張りたいと思います。すいません、チャーリー近藤さんですか？はい、こんにちは。すいません、いつも見てます。 ありがとうございます。この辺に住んでるんですか？いや、紀の川市です。おお、はい、わざわざ今日釣りに来た？はい、今日釣りに。釣れた？いや、釣れなかったです。釣れんよね、当たりも何もないし、ね、3日間やってノーバイあ3バイトぐらいあったけどね。あ、そうなんだ。釣れんね。ああ、教えて釣り方。はい、中島桐生です。はい、将来はバスプロを目指しております。で、今、中1です。中1なんや。はい。オッケー。はい。よろしくね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、バイバイ。はい、バイバイ。なんか言い忘れたことあるみたいで。あと、ちょっと桐生釣りチャンネルっていう、うん、まあバス釣りとか、うん、まあ。魚釣りやってる動画ちょっと出してて、まあ桐生釣りチャンネルっていうチャンネルでやってるんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、チャンネル登録よろしくね。よろしくお願いします。はい、とりあえず、マスターズ開幕戦に向けてリール全部レッドスプールに巻き替えました。新品です。ごっちゃごっちゃ。はい、ツフロコの練習行ってきたわけですけど、4日間やって2バイトのみ。で、それはもうワームにガッて当たったのが2バイト。あとはライブスコープでずっと打っていってたんですけど、ライブスコープでこうバスが追っかけてきたのが2回。で、こう、ミドストしててこう止めてキューって落ちたらバスも一緒にギューって下についてきたり、上にアピュって上げたら上にキューってついてきたりするけど、途中でキューって反転していく。でもほぼね、ライブスコープに映るのはヘラブナの塊。難しいな。まあとりあえずまた金曜日、今週の、金曜日、今日が火曜日なんで練習して開幕戦に備えたいと思います。頑張りたいぞ、頑張るぞ、絶対連れてくれ、応援お願いします。動画視聴ありがとうございました。最新動画、関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね。せーの、バイなら。